アウディは10月8日新型 EV スポーツカーの e-tron GT アウディ e-tron GT のプロトタイプの写真を公開した。 e-tron GT コンセプトの市販モデルとなり、2020年末からドイツネッカーズルムのベーリンガーホフ工場で生産を開始する予定だ。アウディは2018年9月ブランド初の市販 EV としてアウディ e-tron を発表した。 e-tron GT コンセプトはアウディ e-tron に続く EV を提案したコンセプトカーで、4ドアの EV スポーツカーとなるのが特徴だ。 e-tron GT コンセプトはアウディの高性能車部門アウディスポーツが開発を担当した。ルーフにはカーボンファイバー使用し、アルミ製部品も多く用いた。これらの技術はアウディと同じくフォルクスワーゲングループに属するポルシェと共同開発されている。 e-tron GT コンセプトのデザインはアウディの DNA に沿ったものだ。A5 スポーツバッグや A7 スポーツバッグにも通じる4ドアクーペのボディはアグレッシブなフォルムを備える。フラットでワイド、ロングホイールベースによってグランツーリスモらしいデザインを表現した。ボディサイズは全長 4960mm、 全幅 1960mm、 全高 1380mm だ。タイヤは 28530R22 サイズを装着する。 EV パワートレインは前後に搭載したモーターが最大出力 590HP を引き出し、トルクベクタリング付き電気 4WD のクワトロによって4輪を駆動する。電子制御の 4WD システムは路面の状態や走行状況に応じて左右の車輪間だけでなく前後アクセル間の駆動トルクを調整する。動力性能は0から100kmh 加速がおよそ 3.5 秒で、12秒間で 200kmh に到達する。最高速度は 240kmh、 リミッター作動だ。回生システムによって最大で 30% 航続距離を伸ばすことが可能だ。回生システムは2個の電気モーターを使用し、電気圧的に統合されたブレーキコントロールシステムを活用する。ここでは3種類の異なる回生モードを組み合わせて使用する。それらはパドルシフトのマニュアル操作によって起動するコースティング回生、予測効率アシスト経由で自動的に起動するコースティング回生、そして電気と油圧による減速をスムーズに移行するブレーキ回生がある。 0.3G 以下の減速ではエネルギー回生は電気モーターだけが担当し、通常のブレーキは使用しない。これは全ての減速シーンにおける 90% 以上に相当し、実質的に通常のブレーキ操作では常にエネルギーがバッテリーに戻されることになる。通常のホイールブレーキはドライバーがブレーキペダルを踏んで 0.3G を超える減速が発生した時にのみ使用される。ブレーキ性能を低下させずにハードなブレーキングを繰り返すことができるセラミックディスクを装備する。 e-tron GT コンセプトでは連続してフル加速が行えるよう冷却システムがモーターやバッテリーを最適に冷却する。1回の充電での航続は新燃費基準の WLTP モードで最大 400km だ。リチウムイオンバッテリーは蓄電容量が 90kWh 以上でフラットなデザインとしてフロアカに搭載される。アウディによると車両の重心はスポーツカーのアウディ R8 並みに低いという。 e-tron GT コンセプトには 800V システムが装備されており、従来のシステムと比較して充電時間が大幅に短縮される。
バッテリー容量の 80% を充電するのに必要な時間はおよそ20分で、320km 以上の航続を可能にした。また、アウディワイヤレスチャージングによる非接触充電を行うことも可能だ。非接触充電を行う場合は、駐車するフロアに一時コイルを備えた充電パッドを置き、電源に接続する。交流電流の磁場により、空間を隔てて、車両のフロアに設置された二次コイルに交流電圧が生み出される、としている。